うまい。で、塩飯ね。これちょっとね、麺が太いっしょ。太いんですよ。ちょっと時間がかかる。うん。もうちょいね。で、この間に、こっちが。あ、やばい。あ、待てよ。あ、ご飯を入れる。ご飯を入れる器がない、あるんですが、あまりね、洗い物を増やしたくないんですよ。洗い物を増やしたくないとなれば、こっちでうどんを食べよう。こっちで。で、これを直接うどんスープの中にぶち込んで。うん。で、これがご飯になるわけですね。で、これに入れるはずじゃなかったご飯を入れて、でご飯が完成でしょ。で、醤油。できました。なので、今日はやり方がちょっと変わってくるから、まずですね、いつもとちょっとやり方が違うから、これに麺を入れるということは、でこっちを切って、こっちを読んで、こっちに行って、ここにうどんの麺を入れる。うどんの麺が入ったら、
ここに、ここに、ごぼうを移動させるんですが、入れてますね。もう入ります。でごぼうが入ったらこれで握りじゃないけど完成ですね。あ、ちょっと待って、ネギちょっとあるかもしんない。昨日かな、冷蔵庫の中に。薬味どころっていうのはね、これがうどんに入れて、ちょっと海苔とか入ってるよね。あ、こっちもちょっととか、で、これに、この超ネバネバの、では食べましょう。冷凍しといたごぼ天がどんな感じなのかっていう。熱心感謝していただきます。スルッといける。これ最強のコンビでしょ。そうは聞いとんだ。
まだごぼうそんないってないでしょ。最後のお楽しみまでそんなにね、口に入れたくないんです。とろろの量がちょうどいい。とろろご飯はたまんないね。山芋も自分でね、作れたらね、難しそうですね。勝手な想像ですけど、暑いとこじゃ作れなさそうな気が。いや、そんなことないのか。そんなことないかも。もうごぼうが間違えず口に入ってきた。うまい。どんどんうまくなってきた。ごぼう、うどんがね、一番最後は美味しい。大体さ、人ってお腹いっぱいになってくると旨味成分がこう減っていくやん。美味しく感じる。そこをね、ごぼ天がね、ぐーっとまたね、思い出させてくれるね。
麺は全部制覇した。ここから最高に美味しい場所です。ドロドロの天かすのスープが、で、残ったごぼうのエキス、これは全部ね、凝縮され、このスープをね、ドロドロがね、ずっと温めてくれてるんですね。どうした？どうした？いいね。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。お前あんだけ食ったやろ。あのね、めったにあげないですよ、あの柔らかいやつ。あ、いっぱいあるんですけど、あの外に持っていこう、外の猫にあげようと思って置いてるやつを、ね、3分の2あげたのかな。でビビが3分の1あげた、ちょっとデブってるんで、で3分の1あげたんですけど、まあでビビが残したんですね、それも全部食べたもんな。もう見てこの顔、私それしか食べませんって言って、私それしか食べませんよ、セリさん、セリさん、こんなカリカリのダイエットフードなんか食べてられませんって顔してますね。そうでしょ。いいよ、うつか食べるやろ、置いといたら。ああ、勝った。